待て、京一郎、どこへ行く？
トイレなら休憩時間に済ませたはずだ。お前が騒ぎすぎなんだろう。余計な気配を撒き散らすから動きが察知されるんだ。行きたくなったのはどの部屋だ。近いってのは4階の部屋ってことだ。やめておけ。プロの仕事とはほど遠い、お粗末な最後ね。これで終わりね。あっけない結末よ。そうしようと思ったの。でも富ヶ谷さんのあんな姿を見てしまってはできなくなっちゃったわ。
てみなさい、あの姿を。そこにいるわよ。何か探しているみたいね。こんな行動、素人しかしないのよね。どう見ても、なくしたものを探してるって感じよね。密室殺人や高度なトリックを利用した殺人事件がめったに起こらないのと同じ理論よ。複雑な事件は簡単に起こるものじゃないってことね。事件の方から飛び込んでくるような人だと、そのうちにすごい事件と遭遇するはずよ。あなたもそのうち難解な事件に出会うかもしれないわね。かもしれないわ。事件に呼ばれてると思うの。腕の見せ所ね。その汚いヤシをどける！貴様、猫ババしていたのか！なんだ？何のことを言ってるんだ？富永さん、往生際が悪いわよ。口を滑らせてしまってるのに。かぐやさん、何を言ってるんだね。
これは誘導尋問だ。私は何も知らんのだよ。そういう嘘は見苦しいと思うわよ。富ヶ谷さんが美穂ちゃんの部屋から出てきている姿が、あのカメラに映っていたのよ。気づかなかったの？なんだって？証拠はあるのよ。それでも否定する気なのかしら。これはちょっとした出来心というか。あとは京一郎さんにお願いするわ。見てくれよなあ、普通ぬいぐるみが壊されれば怖がって俺を頼ってきたりとかすると思わないか。もちろんじゃないか。おじとしてビシッとな。私、富ヶ谷さんに失望しちゃったわ。私は、ただ、おじとして…終わったわね。ええ、わかったわ。
乾杯。探偵としてじゃないわ。男としてよ。この前はマナちゃんで、今回はミオちゃん。結構守備範囲が広いのね。じゃあ、モテるのね、恭一郎は。夜風が気持ちいいわ。風の音で聞こえなかったわ。本当、表情豊かね、恭一郎は。そう返答する素直さは好きよ。ラブじゃなくてライクってことよ。どうしたの？何か言いたいことでもあるの？だって、あの人、そういう趣味だもの。ミオちゃんにちょっかい出し始めたのかと思ったのよ。嘘嘘。
あの人ね、守ってあげてるんじゃないのかな。ミオちゃんと同じくらいの娘がいるはずだからね。これも嘘あなたってほんと引っかかりやすいわね。あら、バレてたの？嘘を並べると信用されなくなるのね。これからは注意しておくようにするわ。そうね、記憶の片隅に置いておくわ。まだわからないわね。もっとあなたのことは知りたいとは思うけど。